ゴムゴムラジオ。おい、これなんやこれ、この椅子やばいでしょ。マジでどうしたんやこれ。急に変わってますもん。急に変わったやろ。めっちゃなんか座りやすい椅子に変わってるけど。でもね、浜さん前回ちょっと椅子硬いな言いました。言うた俺椅子硬いな言うたぐらいで、こんな椅子けえへんやろ。めちゃくちゃいい椅子。これ何なの。3回目になって、うん、新しいスポンサーつきました。ありがとうございます。本当にありがとうございます。 AK レーシングさん、これよう見るもんな。見ます。めちゃくちゃいい椅子なんですよ、うん、いや AK レーシングさん、はい、これは僕だけでいいです。なんでなんですか。なんでお前らも一緒なんて座ってんの。いや、しかも違いますよ。でも浜田さんの特別なんですよ、それ。浜田さんのやつだけ。確かにそうなの。デニム地でしょ、うん、僕らのは違うんですよ、はい、デニム地じゃないです。あ、そうですね、浜田さんの特別なんです。ほんでもう AK レーシングさんがぜひ浜田さんにはこれでっていうことで。マジで浜田さんデニム地、我々本革っていう。え、本革。本革です、うん、なんかそっちの方が良さそう。いやいや、別注ですか、これ。別注の方が。いや、俺はじゃあ特別仕様でいいけど、お前らパイプ椅子でよ、はい、なんでパイプ椅子だ。この間までの椅子より下がってませんよ。はい、それ もう浜田さんの見栄えが悪くなりますよ。客やったらいいですよ。我々浜田さんだけパイプ椅子やったらなんか。いやいや、見栄えってラジオやから。写真とか写真撮ってます。SNS とかでもね、ありますから、こういった感じですよ。横のレバーやりました。お、やってるの。こう後ろもちゃんとこうリクライニング、リクライニングなるんで。おお、はい、めっちゃいいじゃん。ほんまや、ありがとうございます。こんなんでラジオやってたら偉そうやろ。見栄えが、まあ、確かに大社長のラジオ。大社長ラジオ、あ、そうなん、すごいな。すごいでしょ、うん、はいはい、しかもこのゴブゴブラジオだけについてくださったんですよ、スポンサー。どういうこと。そのだから MBS なんでここでラジオ撮るんでしょ。そうなんです。ここだからこの番組以外の時は、うん、この椅子下げるんですよ。そんなゴムたいな。らしいですよ。マジすげえ。もうぜひと。ありがとうございます。浜田さんに座っていただけるんだったらということで。いやいや、それはもう全然ありがとうございます。それはもう AK レーシングさんにもやっぱ情報入ってますんで、その浜田さんのお尻くちゃくちゃなってるっていうのは。いや、ちょっとでも柔らかい椅子で。ここ何十年も持論は出てない。出てないですか。出てない、出てない。大丈夫です。でもまあ、まあこれやったらまあ出ないでしょう。これだでも大丈夫そうじゃないですか。うん、はい、なんかあのちょっと座布団引くとかせんでも。そうですね。うん、これありがたい、ありがたい。そうなんです。そうなんや。そうなんですよ。びっくりした、入ってきていきなり。確かに。と思って。いや、僕もだから僕今日ちょっと早めにスタジオ来たんですけど、うん、椅子が前の椅子 で、うん、でちょっとこれ搬入してる時で、うん、あら何ですかこれみたいな。うん、そうなんや。いや、実は言って。はで4色用意して。4色全部色違いますね。白でよかった。平井は、いや、めちゃくちゃいいですね。いい、大丈夫、青でいい。青でいいです。 ありがとうございます。いやいやいや、お前よう見るよね、その色ね。赤ですか、うん、本当ですか、うん、俺浜田さんのと変えてほしいなって思ってますけど。デニムやで、はい、デニムやで。何で2回言ったんですか今。いいじゃないですか。おしゃれてますよ。お前ら本革やで。はい。いや、しゃれてますやんか。だって、おしゃれ、一番おしゃれですよ。しゃれてます。しかも高いんですよ、そっちの方が。じゃあこっちで。いや、値段ですか。いや、簡単。簡単。皆さん、デニム感ある。いやいや、当然あります。デニム感。デニム感ありますよ。そう。いや、ほんと、じゃあありがとうございます。いや、ほんとありがとうございます。ありがとうございます。この椅子で。この椅子でこれからお送りしていきたいと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そんなことで自己紹介を。するの？誰が喋ってるか分かりませんやんか。いや、分かるでしょ、もうゴブゴブラジオや言うて。そんな声そっくりさんが喋ってるかもしれませんし、ちゃんと言うとかんと。あの、ダウンタウンの浜田でございます。はい、ライセンス井本です。ドリアンズ平井です。ドリアンズ堤太一です。はい、という、お友達4人でお送りしていきたいと思います。はい、お願いします。わかりました。はい、お願いします。あの、いいですか、これ。何どうすか、そんなびっくりすることですか。いやいや。浜さんで引っかかってはるから、うん、僕もちょっと喋りたいんだってさっき言うてはったから。ああ、はい、どうぞどうぞ。いやいやいいよいいよ。だ、何やの。いや、別に本当大したことじゃないです僕は。じゃあ言うてみて、とりあえず言うてみて。僕今日テレビ見てて、うん、ディズニーランドさんが40周年なんですよ、うん、はい、僕ダウンタウンさん、うん、もう40周年やんと思って、うんうん、ああ、もうええわ、それはええわ。あのさ、ほら、刺さらへんかった。ほら、いやいや、ほら、刺さらへんかったわ。あのさ、いや、すごい、もう今、大輝とか平井も今日、前半もそうやし、はい、意気込み感じたけど、
お前らのほんま1回目2回目ほんまどついたろかって思ってな。何ですか。いやちゃんとラジオやから、うん、テレビやったらあれやけど、ええ、ラジオやからもうちょっと入ってきてくれよ。もう溜まってはったんやってそれが。前回の放送の時にさ、はい、俺と井本もうめっちゃ苦しいミニコントしてたやん。いやマジで。ほんまいつ入ってきてくれんのかなと思って、はい、もう俺と井本もう汗かいてたやん。いやほんま。いやいやいやお前ら入ってこないとこれどこで収めんねんっていうお互い思ってたわけ。で結局俺と井本全然おもんないやつになってもうたやん。いやいやそんなことないとしては初めてはもうこんだけ芸人やってきて浜田さんに、はあ、なんかあそこすいませんでしたと終わってからね、はあ、あそこすいませんでしたって謝ったらいや俺もごめんなみたいなお互いがお互いの傷舐め合うっていう何よこの芸歴でお前らが横に行ってなんか知らん顔してずっと話聞いてるしいやいやもういつもやったら入ってくるいつもやったら入ってくるんですけどやってらっしゃる時稲本さんが入ってくるなよみたいな目されてたんですよ、うん、全然もうガンガン見てた特に平井なんてまあまあこうなるもんな、うん、俺もこう見えるから、まあ、いやちょっと入ってくれよもうヘルプミーやったでマジでヘルプミーやったで今俺の時間や角で見えてへんだけど膝震えてましたいやいやそうなんすかおもんない兄さんに下で上げられるいやいやいやガクブルよもう ないいやもうじゃあもうこんねえ大樹さんガンガン行きましょうよ聞いてたら分かるやろもうどこで着地するか二人で探り合いしてたよ、ねマジですかなんかもうキャッキャやってはんねやな。いや、ほんとやってええんよ。俺行きますか浜田さん行きますかみたいな。頼むわ。ほんま頼むわ。なんでそこに持ってきてない。ディズニーランドか。演じしゅうねん。だからそこにどうでもええねん。いや、どうでもええねんな。ごめんなさい。待機の話がですよ。僕の話がですよ、ね。内容がですよ。僕の話がですよね。君の話がってことですよ。待機の話が。ごめんなさい。そうですね。我々も40周年。そうそうです。そうなんです。だから、それ一緒です。浜田さん、それはまあ、それなんですけど、はい、車で事故を起こしてしまいまして。誰を？僕です。え？500万貸していただけないですかね。それはね、お前が悪いのか。いや、まあ僕が悪いんですけど、これまあ完全に僕悪いんですけど、うん、保険がちょっと切れてまして。あ、じゃあ保険では無理なわけな。はいはい。で、ちょっと500万貸していただけないかなと。まあでもな、でもお前が悪いんやからな。いや、まあそうなんですけど、でもここをも払わんともう大変なことになってしまうので。お前が悪いんやから、そこは。じゃあ、井上さん。いやもうこんな合図もらって入んねえったらもうあかんよこんなもういやほんま次俺が借りようと思ってましたいやほんまにお前犬呼ぶぐらいな感じでお前よってかゴールデンレトリバー呼ぶ時の呼び方やであれ全然入ってけえへんやんいや俺のまあ次俺が借りようと思ってましたね次俺が借りようと思ってたから1000万借りようと思ってました1000万そもうそれ被せいいですかそれ被したらもうとんでもないことですよなんでやって言われたらあれで終わらしとかないほんまそうね頼むわもう怖い怖いすごいもう二人でスーンって見てたやんいやいやいや頼むわもうお願いしますよほんとお願いしますゴブゴブラジオこの番組は美味しいを握る楽しいが回るくら寿司パチンコ&スロットアミューズ物流とは価値あるものアクシアロジ AK レーシングの提供でお送りします浜さんほんでステッカーはいごめんなさいシールはいでステッカー言うた今ごめんなさいシールシールどっちでいこうかシールごめんごめんごめんじゃあもうこっちステッカーで慣れてるやんかいや、シール言うからさ。いや、まあ、それ、岩がシール言うてますから。びっくりマンいいな。言うたことないな、シールってこっちは。シールって言われても。いや、僕らはあれもらえないんですかね。え、なんで？あ、確かに。もらった？いただいてないです。あ、もらえないんですか？え、なんでもらいたいの？え、なんでもらえないの？いやいや、ああいうのやってる人間って別にあれちゃうの？え、もらえるじゃないですか。もらえる。いや、ダメですよ。え、なんでですか？いや、なんであげなあかんの？あれはもう、次あげるの俺東野やと思ってるから。え、今裏でやってる。シール。え、東野さん？なんで東野さんなんすか？いや、東野どうせ来るやん。どうせ来るかどうかじゃないですけど、あっち側のラジオで結構むちゃくちゃ言うてはるらしいです。
なんかそう勝手に呼ぶとか画策すな。一回もね、僕の情報ですけど、僕に入ってきた情報では、うん、吉本のまんま偉いさんが東野さんのとこ行って、うん、浜田さんがこういうことをおっしゃってます、東野さんどうされますかっていうお伺いはあったんですね。はい、で東野さんは、うん、答えようがないから、うやむやにしたっていうのは、っていう情報だけは入ってるんですよ。確かになそこに来て、次ステッカーあげるのあいつよとか言い出したら、もう、絶対来なあかんようになるじゃないですか。東野さん。いろいろありますもんね、それはね。そんなこと言うたらですよ、もう。いやいや、そうやけどさ。はいはい、まあ、来るでしょう。ああ、もう。いや、ほら。ダメは。いや、ほんとダメですよ。ダンダンさんの世代の、はい、まあ、東野さんとかね、うん、あれぐらいの後輩の方は、はい、もうそういう言い方されたら来ざるを得なくなるんですから。そこは。いや、なんかいろいろ言ってるっていうのは聞いてます。聞いてます、はい、はいはい。入ってます、うん、で、どっちか、どっちが来んのとか。いや、もうどうせ俺が行かなあかんねやろっていう。はいはい、で、俺の方にどうせ浜田さん来えへんねやろと。どうせドリアンズに行かせるから。そこまで見えたら。段取りできてますね、でもね。ですか。っていう話もちょっと聞いたんですけど。いや、だからもう本当に苦労されたらしいんですよ。やっぱ始めるにあたって。あ、そうなんや、ね。はい、うん。そこも東野さんの中では引っかかってるっていうのも聞いてますし、そんなエラー始める言うてすぐなや、でっかいくら寿司さんとかね。はい。それこそこの AK レーシングさんとかもそうですけど、はい、ありがたい話、ありがたい話でポンと、はいはい、なんかその偉い大物のやり方してんなみたいな、いや俺そんなつもりない、この椅子はほんまにびっくりしただけ、まあまあそうですけど、うん、でもそういうのもあるみたいですよ、そこに来て浜田さんが来いって言うてるからどないなっとんねんと、うん、いやもうこれ以上言いません、はい、もうとりあえずもうこれで2回言ってるわけやから、あ、まあ東の来るでしょ、はい、怖えやつ、一番怖いですよね、ステッカープレゼント、それでステッカープレゼント、なるほど、じゃあ、いやだからシールもね、浜田さん出してもらわんなダメなんですよ、いや出したよ、出してませんやんか、知ってます、今日本で持ってる人2人ですよ、くら寿司の副社長と1回目に出したあのリスナーの中で1人ですよ、今日本で2枚しか出てないんですよ、え、そんな出さなかったもん、確かに前回はもう最初、ね、あげませんって言って、そう、ね、広めるために、このラジオをやっぱいろんな方に知ってもらうためにはね、そう、そのステッカーをやっぱ車とかね、貼ってもらって。だから、東野さん来たら東野さんの車にとりあえずステッカー。すいません、東野さん。確定で。お前悪いな、お前それは。そう、やっぱ一番の宣伝効果があると思うんですよ。めっちゃ怒られるで、そんな。東野さんの、みんなで貼りに行きましょう。でもそうだね。だから、向こうで収録するときの、こういうとこに、貼っといてもらったよな。あ、そうですね。ABC に MBS のステッカーあるんですか。やばないっすか、それ。やばいでしょ。いやでもね、それは。こうしてんねやったら、ここ貼るとかさ、うん、はい。やばないっすか。いや、大丈夫。東野はやるで。悪い顔してましたよ、今顔してましたよ、これ。映像ないのが残念ですよ、今のか。すごい顔してる。あの写真だけ出したら犯罪犯してますよ、あの顔やったら。でもどうですか、もう3回やりましたから、はい、だいぶ慣れたでしょ。そうですね、もう慣れました。基本的には、はい。ね、はい。前回はなんかスーツ着て、堅苦しそうな感じでやってたけど。あれがダメでしたね、やっぱね。はい、1回目なので。まあね。はい、まあまあ、言うてももういけるでしょ。ね。うん、もう気楽に。もうさすがにやっていきましょうよ。なんでもう、もう余裕ですよ。もう今日も仕上がってきてるんで、やっぱり。仕上がってる割に全然今のところ身になる話してきえへん。え、仕上がってるって告知はしてくるけど、なんか、別になんか、いや、僕この間出てきなも言ってこないし、とにかく仕上がってますよ、もう知らずに。2回40周年の話切られてるんですよ。もうこれいけないでしょ、もうだって。それは無理やん。2回切られたらもう無理やん。もう無理やないだからその後もあるやん。そう。いや、なんやろ。じゃあ俺、僕この間ね。FM 愛知さんにゲストで呼んでいただいたんですよ、うん、あのダパンプのトモくんとそれこそあのシール作ってくれたサプール、あー、はいはいはい、ノングさんが2人でやってるところにゲスト呼んでいただいて、うん、まあ、実質しゃべんの20分ぐらいの番組、はい、やったんですけど、はいはい、あのねこう反省せないダメですよ浜田さん、なんでむちゃくちゃ打ち合わせするんですよ、ちゃんと30分、はい、のラジオ、はい、何の打ち合わせがあるの、いやだからそのコーナーとかもすごい入ってるんですよ、その20分の中オープニングのねトークあって曲かけてコーナー2個やってほんでエンディングトークやってとかもうすっごいめちゃくちゃ笑ってんないや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 やるんですもん、ああそうなんだ、はい、ほんで打ち合わせや言うて、うん、こうテーブルにみんな座ってね、ええっ嘘やろ45分ぐらいやるんですよ、うん、台本全部頭からやっていって、うん、そんなうちみたいにね、うん、来てすぐね、うん、タバコ吸うて、うん、行こうか言うて行かないんですよ、えらい違いやん思って、
本当不倫。え、お前はその、そこ呼ばれて行ってさ、はい、その現状を見てどう思ったわけ？僕ですか？うん。打ち合わせするな。いや、お前がもういじってるよ。そら、井上さん。いや、だって今それはそれでいいじゃないですか。それはそういう。そういう、普段そういうもんなんだ、うん。はい。僕はちょっと、でもまあ大体もう、まあ大体しますよね、でも。はい。いや、マジックゼロじゃないですか、ほぼ。はい。なあ。はい。でしょ？いや、打ち合わせしても、ここで喋らなあかんこと別に喋られへんやんか。打ち合わせ喋ってもったら2回喋ることになるやん。まあそうです。内容はね。全然思んないやん。はい。そんなラジオ。いや。俺そんなスタッフそれ聞いててやで、一回打ち合わせで聞いてて、ここで俺が本番で喋って、はい、こっち側で、うん、って言える？いや、言えないですよ。そうやろ、はい、30分なんでしょ。そうです。どこにやる必要あんの、そんなバカなの。井上さん、井上さん、井上さん、ね、うん、これね、この前僕、うん、サバンナの八木さんと誰それ後輩ですの人聞こえますか。後輩です。サバンナの八木さんと一緒の楽屋になったんですよ、はい、でね、このラジオ知ってくれてたんですよ。あ、なるほど、うん、浜田さんと、まあ、ラジオ毎週一緒やるんやろって、はいはい、気持ち悪くならへんって言われたんですよ。どういうこと。やっぱこの緊張感とかピリッと感、ピリッと感で、そのやっぱ改めてフリーじゃないですか、ここ。あ、まあね、なりますって言っときましたよ、ちょ。いやいや、違う違う。それは、ヤギと俺の距離感と、お前らの距離感違うんやから。うん、はい、まあまあ、でもね。そこはでもな、うん。でもね。いや、俺ね、はい、もっとこのラジオでもっとこいつらが普段どういう態度で俺に接してるか、もうちょっとどんどんラジオでいつもどおり、ほんまやってほしかったの。なるほど。浜さんが喋ってても、大輝がもう携帯ばっか見てるとか、あの感じですよ。足組んで携帯の画面ずっといじって、はい、はい、はい、みたいな。あれでしょ？そうそうそう。はいはいはい。いや、そんな、じゃ、ちょっと俺、席移りたいですわ、じゃあ。え、ラジオであの席替えみたいな。橋谷次郎さん、俺別に構わへんやん。何を、何、どういうこと、どういうこと。だから俺はいつもここの対面で遊んでる時って、こんなあんまないんですよ、浜田さんとこう対面のとかは。え、お前さ、遊んでる時ポジショニング考えてんの。いつも浜田さんの左手にいます、僕は。マジで。あ、でもまあまあ、よくよく考えたら、ここによって平井はちょうど、そうですよね、確かに見えるとこで俺とこうアイコンタクト、あ、確かにやってる、ね、なるほど。俺は待機は俺の横におるから、はい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 、例えばペットボトルのキャップで顔面を押さえる、はいはいはい、ようやるやつですよね。そうそうそう、ね、おかしいけどね、あれもね、これ痛いかって、まあ、確認だけで、そうです、ね、痛いに決まってるやん、はい、うん、あ、確かに決まってるやんって誰に言ってんの。いや、だって、あ、だから大教授、あ、だから、だからいいですか、すいません、あ、いいよ、全然、全然、全然、ちょっと、平井は大丈夫か。んでもやっぱり嫌ですね、これ。ないやねん。違う。かまへんよ、全然かまへん。まあでも、いつも通りに感じくんやったらこっちで、うん。じゃあ何、初回とかさ、に、もうええやん。椅子ごと、いや、これ自分の椅子でしょ、だって。もうお前で。ね、マーキングしてる。まあちょっと気持ちわかるわ。そうでしょ、うんうん。あとで名前書きます。なんか、青がええって座っててな、はい、急に変わんだ。白やったな。全然景色違いますね、やっぱ。いや、違うよ。これ、これこれやわ。あ、そう。多分、平井もこっちの方が喋りやすい。あ、そうですね。かもしれない。あ、横の方がやっぱ。あ、そう、なんで、あっち、あっちは緊張する？はい。そう、あっちはなんかやっぱ、熱、オーラとなんかもう目がもう、なんか出てましたよ、やっぱ。浜田さんの。うん、いい距離感。覇気が出てる、浜田さんの覇気が。怪しい。よいしょ。あ、この距離、この距離。この距離。この距離ですか？いや、やっぱそうですよ。真横やったらな。確かに、確かにこの距離感やな、なんか。そうっすね。これ飯食ってるとこれもめちゃくちゃいいです。そうか。なんか自然と飯食いに行ったら、なんとなくポジションあるじゃないですか、みんなの。あるね、あるね。確かにね。だから、俺らだけで行くときって、はい、まあ、ここに座りはるやろって、なんか思ってるから、何も言わないじゃないですか。はいはいはい。でもなんかこう、違うスタッフさんとかと一緒のとき、浜田さんってどこ座られますかねって絶対聞かれるんで。でも確か俺らはないやん。自然とこんな感じです。こんな感じなんだよ。これ、焼肉のテーブルやったらマジでこうじゃないですか。あ、マジでこのまんま。そう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 。そうやな、確かにな。これでさ、調子悪かったら絶対これやわ。もう解消めに解決できる。もうこれ場所が悪い。またこれバッチリ。マジで。ちょっとスタッフさんポカンとしてるけど。マジやろ。そうか。いつもの感じでラジオやる場所ってことじゃないですか。俺らはこれ結構普通やもんね。なんかおかしいなと思ってたんですよ。そうそうそう、前回やった時になんか調子上がらんなと思って。ほんまやな。焼肉これやな。これですね。そうか。はい。これですよ。いや、ほんまや。今の銀色で思い出したから、やっぱり、せやで。はい、電話とかでも別に繋げるわけでしょ。電話できますよ。それでできます。うん、だからそういうので、やっぱりちょっと、多少は声、
聞かしてやりたくない。ああ、いや例えば、うん、福岡にもおるし、うん、はいはい、まあまあまあ、宮古島には福岡にも芸人宇宙人がおる、宇宙人がおるってなってますよ、まさか知らない人は。福岡にもお姉さんがいるんだよね。お姉さんがお姉さんがおって、うん、だからそういうなんか弱小軍団ね、うん、もうちょっと紹介しといてもあのね、違うんです、生電話かける時ってあの聞いてる方もワクワクする人のやつ聞きたいんですよ。その吉田から、ね、ゲラゲラ精神に電話するぞって、誰がワクワクするんですよ。まず誰なんっていう、我々でも誰なんなのに。俺一応そのこの間その行った FM 愛知でもね、はい、一応まあ宣伝になりゃええかな思って、うん、ゴブゴブの話もしてゲラゲラ星人の話もしたんですけど、はいはい、ゲラゲラ星人のやつおってねっつったら、はい、サブにいるスタッフ全員携帯開いて、はい、こいつみたいな携帯見せ合ってまずこれがこれみたいな、確かにこいつと遊んでんのみたいな。いやそうですよね、世間的にはね、的には浜田さんの中ではもうゲラゲラ星人がね、もういつも通りですけど、もう世間は我々でさえもそんなにしていただいてないので、初見であんな銀色のやつ見たらさ、まあね、うん、まあタイミングあればね、またスタジオ来てくれたらええねん、来てね、喋りたいですけど、うん、確かに電話でしかいろいろつなげれますよね、うん、いやそうやね、うん、それ用事もないのにでもかけれないっすやん。用事はないよ。なんか申し訳ないけど、あいつらに用事は全くない。普段かけないですか、お元気してるかとか。全く全く、え、何の用事がある。何を喋ったらええの。元気かい、うん、いやいや、そんなもん1年に1回会うぐらいやろ。半年に1回。半年に1回ぐらいなんだ、2回。あ、来てるんや、みたいなことやろ。あ、おったおった、みたいな。うん、いや、福岡のお姉さんなんかもう、会うたびにハゲていってるんですよ。いや、もう、正直めちゃくちゃハゲてると思います。太っても来てるし、太っても来てるし、太っても来てる。いよいよ最近あの全身脱毛してウォーキング始めたから、ほんまに寄っていってんちゃうかなって。いや、ほんま。いや、電話はいつでもかけれますけど。まあ、そういうのもね、はいはい、あの、できるんやったらっていうこと。はいはい、今日別にどうこうじゃなくって。ええ、ええ。それも、浜田さんがかけたいタイミングで全然。いつでも。びっくりするやろな、急にかけたら。ね、びっくりするやろ、だって、ラジオ撮ってんねんけど、とか言わんとかけるんでしょ、まあ、そうやな。何それ生放送みたいな。いや、そらそうちゃう。別にそんな、いちいち今、ラジオ撮ってんねんって電話する、しないしないしない。せえへんやん、はい、で、何のせいなんすか言うて、いや、用事ないねんけどって言うんでしょ。これ、やばい先輩でしょ。これ、今、ラジオ聞いてる後輩たちとか、周りの方、ドキドキしてると思いますよ。うん、これな、あ、急にかかってくんちゃうか、ね、やばいなって。いや、だから、そんなん織り交ぜながら、たまにビッグネームどう、うわ、マジっすか、急にかけて。マジっすか、うん、そんなんありやんか。もう、それ、浜さんしかできないですからね。それ、浜さんしかできへんよ、そんな。我々はできないですよ、そんな。そやろ、急にビッグネームにかけるとか。ヒロキとか。ひろき、前川さんとこのひろきですか。前川清の息子やんか。お前ら何笑ってんねん。前川清に気悪い。違うんで、僕らも。なんか、テーマとずれてません。なんでやねん。なんか、その。親父が前川清さん。はい、そうそうそう。それはもうそ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 う。いや、なんでひろきの名前出して、お前らその、半笑いを。せめて、いや、なんか、飛び越えてません、それ。いや、もっとほら、なんかね。前川清に電話してもええけど、鬱陶しいやろ。鬱陶しないです。鬱陶しないですよ、全然。前川清って言ってますしね、浜田さん。もう、サンです。友達みたいに言ってもどうする。絶対サンつけた方がいい。前川清。うん。だからまずはヒロキ。例えばやで。はい、例えば。いや、なんかみんなが今多分ね、聞いてる方もそうでしょうけど、思ったのが、なんかほら、例えば昔ドラマで一緒やってから木村拓哉さんとかなとか。ああ、なるほど、なるほど。なんか想像したりしちゃうんですよ。そっちかいな。ええ。みんなタクヤかって思ってたら、ヒロキが出てきたんだよ。ほんで、キヨシさん飛び越えてるヒロキですから。そうそうそう。キヨシさんやったらまだ、お前からキヨシさんですかってなるけど、ヒロキ。ヒロキは。いや、でもおかしいやん。ヒロキはないやったら、こっちも普通に電話して飯行くとか言うてんのに。ああ、そうか、そういうんじゃなかったのか。いや、まあ、例えばですよ。例えば、そら、急に、なんか電話するっていうのもありかなと思って。浜ちゃんの突然テレフォン。まあまあまあ、タイトルあるなら。だからなんやねんっていう話。まあまあそうですね。だって用事ないのに電話して怒られるだけですもんね。用事ないもん。いや、そうです。本来用事ある時にかけんと。だからまあまあ、何でもできるでしょ。この場合やとね。ってことですよ。喋ってる時に、お前携帯なんでいじらんのか。ちょっと違うんですよ。浜田さんと一回前川清さんのライブ行かせていただいたなと思って。見学して。二人で。はい、行きました、行きました。ほんで、めっちゃ楽しみやわ、つって浜田さんも。で、ライブ聞いてて、ライブ終わったんですよ、した浜田さんが。あかんわ。あかん
って言って。よかったんやろ、でも。お、めっちゃ良かった。なぁ、すごい。すごい。すごい。もうめっちゃ良くて、そのメドレーみたいな感じで、わーってなって、めっちゃ最高やったなぁって言ってたら、浜田さんだけ、あかんわ、つって。あいつなんであの歌歌わへんねんって。いや、やめとけ。やめとけ。清があの歌歌ってへん。やっぱあれ聞きたかった。浜田さんってやっぱほんと前川清さんめちゃくちゃ好きなんだよな。カラオケでも歌うし。カラオケでも歌うし。会わずに愛してでしたっけ。なんかそんな歌があるんですよ。俺はあの歌が聴きたくて今日は来てると。歌ってへんと。歌ってへん。なんでやねん。楽屋行って。清さん、なんであれ歌ってへん。言うてもうた。時間なんかです。言うてもうた。なんであれ歌わないですかって、清さんが、ごめん、はなちゃん、謝った。今度カラオケで歌うで。なんでそっちでそんなことある言うてもうたんすか、言って。いや、もうそら、聞きたかったよ。かなりいいレパートリーですよね。全部もう有名な曲で。よかったでしょ？そうやねん。なんか、そんな感じ抜けてたのよ。なんで抜くかね。もう朝出るときはあれ聞けんねやと思って行ってんのに。こっちはもうテンション上がってるね。一旦歌わへんから。頑張って。もう生で見てたら、やっぱりもうね、ちょっとラジオかわかりませんけど、まあもうマイクこの辺で歌いに行ったんだ。すごいな。溝内ぐらいにありますからね、高さで。そう、溝内ぐらいのとこで歌いはるから、うわ、すごい声量やなぁ思って。次やろなぁ。あ、違うか。次やな。あ、違うんか。まあ次か。終わった。マジでやったんや今のは。あいつ歌わずじまいや。あいつ歌わず。いやずっとあいつとか言ってる。ごめんなさい、すいません。まあその時思ってたの。素人の気持ち。気持ちとしては歌ってほしかったなと。で楽屋行って。うん、じゃあちょっとごめんなさい、言ってしまいました。純烈さんの楽屋にも行きましたよね。行った行った。ですよね。うん。うん。お前ら、いいキレのダンスしてたでって褒めてました。ダンスせえへん。ダンスせえへんとか。なんだそのサモンみたいな。だからちょっとバラバラやったから、そこだけ言ってた。ちゃんと合わせろや、言って。ステップぐらいしか踏めへんくせに。誰が言うてんの？誰が言ってんすか？あの、浜田、吉本の後輩やないんですよ。ないんですよ。それ NAC のやつに言うてんじゃないんですよ。ダメなんですよ、ダンス。お前ら全然それでええやんけ、言うてみんなが、うわー言うて。浜田来た。いきなりね、楽屋にね。あ、何にも言わずに。何にも言わずにですよ。バーン入っていって、お前らダンスを揃ったやんなー言うて。もうみんなもう二重にドッキリですよ。浜田さん入ってくるわ、ダンス怒られるわで。ほんまやな。その舞台の総合演出家みたいな。一ヶ月ぐらい前からそのライブの準備してた人の言い分やもんね。その日初めて見た人の意見でしょ。まあそうね。ね。はい。まあまあそんなもん。まあまあまあ、そんなこともね。そうそうそう。まあまあ、ありますね。いろいろ言ったからね。はい。じゃあ曲行きましょうか。じゃあ平井さん、お願いします。俺ですか？はい。俺でいいっす。先週やりましたよ。いや、そんな関係ないもん。毎週、ママさんが言ってるの。俺です。いや、じゃあ、ドリームズカムトゥルーで、大阪ラバー。それはあかん。それはあかん。それはあかんやん。何でですか？違うやん。これ、エンドになってねえの？そうです。エンドになってます。エンドになってます。あ、エンド、ダメなんですか？あんまないのよ。中でかける曲とエンドの曲一緒じゃない。エンドかなって思う。そんな番組ないのよ。ダメなんですか？聞いたことはないよ。さっき聞きたかったのに。ダメなの？ダメなの？違うやつにしよう。じゃあもう浜田正俊。チキンライス。いやいや、最初にかけた。あ、かけたんすか。ほんで、この、今時期にかけるやつじゃないし。12月にかけるやつやから。年末感すごいから。やめて。じゃあ、わかりました。ダイスで、スターマイン。今の歌。全然知らん。くら寿司プレゼンツ、ビッグラポンのコーナー。よっ。うまい。やっぱうまいわ。紹介してから食べてほしい。なんで食べるの？なんで先食べんすか？いやもううまそうやってんの。我慢できへん。うまかったっすか？うまかった。じゃあそれを紹介していきます、はい、これから。はい、こちらのコーナーではまだまだ知られていないくら寿司の情報をお伝えしていきたいと思います。今日はくら寿司の藤原さんが講師です。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。お願いします。お願いします。レアステッカーシールをもらうのが有名です。ステッカーでいいんですよ。ステッカーでいいんですよ。大丈夫です。ごめんなさい、こちらサイトのね、ステッ言うてからシールって、すみませんね、なんか気使っていただいて。シールで、はい、ありがとうございます。今回もだから3種類ぐらい持ってきてくれた。そうなんですよ。はい、まあの月2回の、そうです、月に2回前半と後半でお客様に人気の商品や旬の魚を使ったフェアを開催しています。はい、で今回ご紹介するのは、はい、今日から4月30日日曜日までの肉とトロフェアです。はいはい。
今回はマグロの大トロや中トロなどお寿司好き向けメニューと、生ものが苦手な方も楽しめそうな肉ネタの二刀流をご用意しました。はい、という説明を聞いて、私がそのフェアで楽しめるお寿司をスタジオに持ってきていただいておりますので、実際に食べながらお話を伺いましょうで食べてほしかったんです。何浜さんはしゃいでるんですか。はしゃいでるとか言うな。見たらうまそうやろ。いや、まあ、それはそうですけど、もう慣れたポジションに戻ってきてからすごいな、羽の伸ばし方。もう浜さんお腹空いてはるんだなと思って。もうそれを今一つちょっといただきます。美味しかったでしょ。美味しかった、ありがとうございます。どれですかね、はい、浜田さん。じゃあちょっとネタの説明を、はい、お願いします、はい。左上のネタが黒毛和牛握り1貫345円です。はいはい、わさびと食べると相性抜群なので、うん、なよろしければ、はい、肉専門バイヤーが厳選した高級黒毛和牛の表面を軽く炙ることで、肉汁が適度に溶け出し、しっとり柔らかな食感と肉の旨味が楽しめる商品です。うん、肉のバイヤーさんがいるんですか、くら寿司さん。そうなんです。お寿司屋さんやのに。そうなんです。お客様に幅広い肉類の商品をリーズナブルな価格で提供できるように、肉に詳しい専門バイヤーが買い付けを行っています。浜さん、お肉にはちょっとうるさいですから。おいしい。おいしいですか。これ大輝ちゃんもこの値段、我々はもう手出えへんね、普段。あ、もう手出えへん、これは。めっちゃ違う、めちゃくちゃうまい。めちゃくちゃうまい、めちゃくちゃうまい。柔らかっ、なあこれ。確かに柔らかい。うん、だから肉のバイヤーさんが、ね、なんでだ、お寿司食べに来てて肉食いたなるやつおんねやろか。おるから出してます。しかもこれめちゃくちゃいいお肉じゃないですか、これ、ね、はい、黒毛和牛のね、はい、うまっ。そうなんですよね。これ牛も用意してますけど、豚も、はい、はい、次の右上のお肉のネタが、あ、これそうなんや、はい、イベリコ豚の大トロ2貫で115円です。あ、安い、これ安い、これ安いですね。はい、はい、この商品は、うん、イベリコ豚の中でも最高ランクのベジョータを使用しておりまして、うん、口に入れた瞬間にとろけるような油の甘みを生かすために、まずボイルした後に醤油ベースでフルーツを隠し味にした特製ダレに漬け込んでいます。このまま食えんねん。はい、醤油とかなしで、ね、十分。なるほど、はい、平井さん、ベジョータですよ。ちょっと待ってください、めちゃくちゃベジョータ、めっちゃベジョータ。やっぱりベジョってる。いや、ベジョってますよ。ベジョってる？うん。どういう意味なの、ベジョータって。俺分かれへん。ベジョータ分かんないですか、うん、美味しいとかあるじゃないですか。うんうんうん。だから、そんなんの似てるやつです。言い方も。何やん、もう。どう？ボーボーの、ボーの的な。そうそうそう。そうよ。あ、そうよ。ベジョータ、すいません。ベジョータって何ですか？あ、はい。どんぐりという意味です。全然ちゃうやん。全然ちゃうやん。食べてめちゃめちゃどんぐりって言うと高いんや。おいしいと思うし、高いんや。あ、どんぐりっていう意味なの。そうです、どんぐりを主食に食べて、うん、規定の大きさまで育てられた豚のみが認定されているベジョータという種類ですね。どんぐり食べただけで。そうです、どんぐりに含まれる成分から豚肉でありながらオレイン酸を多く含んだ肉質が特徴です。なるほど、これおいしい。あのタレ、タレがおいしいね、はい、おいしい。でさらにサーモンも、藤原さん、はい、そうです。左下のサーモンが、うん、愛媛県宇和島産のみかんサーモン2貫で230円です、うん、こちら生ものが苦手でもこれは食べやすいという方も多い商品でして、くら寿司オリジナルのみかんサーモンという商品です。みかんサーモン、みかんサーモン、なんでみかんサーモン。あ、こちらフルーティーフィッシュという種類の一つでして、うん、餌にみかんのオイルを混ぜることで魚独特の臭みを抑え、食べた瞬間からみかんの爽やかな風味が広がる商品です。あと右下に通常のサーモンもお出ししているので、はいはい、ちょっと食べ比べてみていただけたらなと思います。なるほど。いや、サーモン好きですからね。ええ、うん、この、みかんサーモン、いや、みかんの風味がちょっと今、ええ、僕にはね、すごい、すごい伝わってます、みかんの風味が、藤原さん、浜さんに。でも、臭みなんかマジで、普通のサーモンとちょっとね、違う。ちょっと柑橘類の。はいはいはい、はい。してます、これそうか。はい。はい、そうです、浜さん。これは来たわ。そうです、全然違いますよ、やっぱり。うん。最初のやつ全然普通やったわ。そうです、浜さんが最初食べたのは、普通のサーモンです。あ、来た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 。臭みないですよね、ちょっとね。抑えられてます。柑橘系の感じ来た、うん、そうです、これがみかんサーモンですね。いや、これすごい。さんも別に生もん食われへん、人のために。別にそんなの全部よろしい。でもいろんな人にね、そんなことないんですよ。みんな食べたいか。そうなんです、みんな食べたいんです。お肉が食べやすいもんね。そうです、だからお肉もあるしね、くら寿司さんやったらそういうコーンのやつとかね、はい、はい、サイドメニューも、サイドメニューも豊富ですもんね、はい、うどんとかもありますし、茶碗蒸しもあったでしょ。
対面白かった。はい、あれうまかったね。うまかったでしょ、うん、サイドメニューもくら寿司さんね美味しいので、はい、ぜひあのお魚苦手な方でも楽しめるというソフトクリームあったで、あのスイーツめちゃくちゃうまいですよね。はい、ありがとうございます、ね、レベル高いんですよマジで。はい、俺食べてない行きましょう、また行きましょう。ていうか、マジでこの黒毛和牛めっちゃうまい。あ、これうまいな、はい、これがだから今フェアでちょうどやってるやつですよね。そうです、はい、ね、お肉屋さん出すやつのグレードのやつ。いやマジで、この全国のくら寿司さんで楽しめると、はい、はい、いう商品ですので、皆さんぜひお近くにありますくら寿司の方に遊びに行ってください。というわけで藤田さんどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。というわけでくら寿司プレゼンツビッグラポンのコーナーでした。じゃあちょっとメールいつご紹介させてください、はい、こちら沖縄県ラジオネームハルルさんからいただきました。はい、ありがとうございます。新番組おめでとうございます。あ、すいません、ありがとうございます。浜ちゃんのラジオとても楽しみにしていました。4ヶ月前に兵庫県から沖縄県に移住してきたので、お笑い番組などを見ることは減りましたが、はい、ラジコで毎週聞けるようになるのが楽しみです。あ、そっかそっか。はい、そして沖縄でゴブゴブラジオシール貼って走りたいです。ん、来週も楽しみにしていますというお便りいただきました。浜さん、浜さん、ありがとうございましたよ。何？何？どうした？え、聞いてました？何何？え、今メール読んだんですけど聞いてました？沖縄に行かれたんですよね。沖縄、兵庫から沖縄行かれて、まあ兵庫にいたらね、お笑い番組をいっぱいね、あるでしょう。確かに、まあね、うん、その沖縄に行って、うん、まあ車お持ちだと思うんですよ、やっぱり移動とかね大変ですから。沖縄は、沖縄はやっぱりね、そそうでしょうね、うん、でまあラジオのシール貼って走りたいですっていうね、メールいただきましたけども、うん、まあ兵庫に帰ってきたらね、兵庫に帰ってきたらいつのことでしょう。ね、あ、でもあれか、そうです、全国こう広げたかったら、はい、そういうことです、そういうことですやんか。そして沖縄からね、はい、こうあれ何やろ、もうステッカー見て、そういうことです、全国で聞けますから。そう、気づかんかった、うわ気づかんかったですか。あ、やぼですやんか、やこっちがなんかあれすんの、そんな言うのもな、やぼなの、よかった。なるほど、シールどうされますか。いや、沖縄で頑張ってください。はい、シール今回なしという。ちょっと待ってくださいよ、あげてあげてくださいよ、ね、3枚とか言うじゃないですか。誰が指令配ってとか、もう3枚あげるよとか、残念ながらね、え、ゼロ、残念ながらなしということで、結果まだ全国に2人しか持ってないですか。そうです、今全国に今このラジオのステッカー、お持ちの方2人です。ちょっと待って、バンバン出ると思ってね、一応レアの方も作ったんですけど、はい、今現状ですよ、はい、どちらもレアになっております。めちゃくちゃ2種類あります、どちらもレアです。その時の機嫌でもしかしたらうわー出すかも。なるほど、あ、もう今後ね、今日は何や、えらいシール出る日やなと。そやがな、始まってまだ3回目やろ。なるほど、なんか2回目3回目たまたまそういうことです、出ませんでしたけども、来週お楽しみに。来週皆さん、ま、もう絶対来ないやん、今日こんなことで引っ張れると思ってた。シールで引っ張ろうとする安さ。番組では皆さんからのメール、お待ちしております。本当ハマさんのご気分でシールいただけるかもしれませんので、はい、メール送ってください。平井さん、はい、メールアドレスお願いします。はい、メールアドレスはゴブゴブアットマーク MBS1179.com、 メールアドレスはゴブゴブアットマーク MBS1179.com。 はい、練習の成果出ております。恥ずかしい、大さん、そして恥ずかしいやん、はい、この番組は音声配信アプリラジオトークでも全国から無料でお聞きいただけます。詳しくは番組公式ツイッターをチェックしてください。はい、というわけで今週はこの辺でお別れでございますけども、ライセンス井本とドリアンズ平井と、ドリアンズ住みたい人、はい、ダンダン浜田でございました。はい、また来週お会いしましょう。さよなら、ありがとうございました。ありがとうございました。